聖路カガーデンとは東京都中央区赤市町にある二棟の超高層ビルからなる複合施設。筑田にある大川端リバーシティ21とともに隅田川に沿ってスカイラインを形成している第37回 BCS 小賞,賞。セ聖路カ国際病院は急病院の老朽化に伴い医療理念である全人医療を進化させあらゆる世代にわたって 質の高い医療等を提供するための一大中心地を形成するとするセールカライフサイエンスセンター構想を1985年に策定。それに乗っ取り整備されたケアレジデンススポーツクラブホテル、そして再開発全体の主な財源となる賃貸オフィスで構成される複合施設である。開発は約4万平方メートルの敷地を3つの街区に分けて行われ。 第一外区には、旧病院跡の礼拝堂を歴史的建造物として保存、病院創設者である、ルドルフ・トイスラー記念館の移築復元のほか、聖路科看護大学及び病院関連施設が新築され、第二外区には先行して、新病院が建てられ、墨田川沿いの第三外区に、本校、聖路科ガーデンが廃された。第三街区の聖路科ガーデンが超高層化を、 実現できた理由としては、これら再開発区域が都市計画法に基づく特定外区に指定され、3つの外区の容積率を開発形態に合わせて再配分したことによるものである。事業主は、三井不動産、日本生命保険、東急不動産、松下興産、東和不動産の5社で、地権者である聖路加国際病院との間で、 期間50年の一般定期借地権契約を結んでいることから、都心商業地における定期借地権活用の第一号として注目された。当初、5事業主は完成後のセイロカガーデンをサブリースで運営するとの方針を定めていたが、バブル経済の崩壊とともにビル経営を取り巻く事業環境が激変し、相互で協議の結果、 竣工直前である1994年4月から50年間にわたる一般定期借地権契約を結び、事業主が出資する SL タワーズが運営、管理に当たっている。多用途の複合施設であるセイロカガーデンの設計に当たっては、オフィス棟とレジデンス棟を別個のタワーとせず、お互いに関連するツインタワーとして計画することを基本方針とし、 二つのタワーは共にクマ切りとセットバックによって陰影のある表情を持たせ類似性のある外観が作られている。足元のアトリウムと高層のブリッジで二つを接続し、相互の関連性を持った超高層ツインタワーとして特徴あるシルエットを作り、ブリッジはオフィス棟のエレベーター乗り会会とホテルのラウンジ、レストラン街を結び、オフィス棟から地上を経由せずに直接 ホテル施設が利用できるようになっている。このほか第三街区の隅田川沿いには、隅田川テラスの一端をなす、赤市町菓子公園が、中央区によって整備された。セールカレジデンスの運営会社名が、セールカレジデンスと表記されていることから、セールカの発音が、セールカでなく、セイルカであることがわかる。なお、ガーデンやレジデンスのほか 関連施設である聖路加国際病院や聖路加国際大学も聖路加として管轄省庁に届け出されている。オフィス棟で3階から46階部分に延べ床面積約10万平方メートルのオフィス空間が広がる。電通のほとんどの部署や関連会社が移転してきてオフィス棟の約半分にあたる約4万平方メートルを使っていたが、潮止め塩サイトに 電通本社ビルが完成すると撤退している。タワーの屋上には日本テレビ放送網と富士テレビジョンがお天気カメラを設置している。タワー棟の28階に銀座クレストン32階への連絡ブリッジがある。22時まで利用可能。エレベーターオフィス用は5バンク設置され、A、D バンクは日立製 E バンク4機のみならずスポーツクラブバンク1機も、 また、東芝製である。46、47回業、非常用2基、駐車場用2基は、オーチス製。1階から31階が、ケアレジデンス、清ロカレジデンス。70歳から79歳を、入居基準年齢とし、入居時に保証金、入会金及び20年間分の前払い費用を一括で支払う。その額は最低でも2億円を超える。4階に二重医療施設である。 セールカクリニックを設置。SL タワーズの子会社であるセールカレジデンスが運営、管理を手掛けている。銀座クレストン1階に専用のエントランス及びフロントを置き、32階から上が客室。送客室数は93室。ハミーホテルグループが運営する。阪急ホテルズ、現、阪急阪神ホテルズの東京新阪急ホテル。 築地として開業するが、2013年2月1日、ハミーに営業上とされ、現少号となる。リファーラル契約に基づき、阪急阪神第一ホテルグループとしてのサービスは、継続されている。32階に、オフィス棟28階への連絡ブリッジがある。エレベーターホテル用は3基設置され、そのすべてが、東芝製。ツインターーテイにレストランサービスクリニックが、 廃され、タワー47階では、スカイレストランも営業する。47階には展望室もあったが、2010年7月で閉鎖となった。着工段階ではまだ定期着地制度が創設されていなかった。着地着や法の施行は1992年8月。ありがとうございます。